聞くチャンネル。はい、おはようございます。聞くチャンネルです。今日はね、2022年12月30日、今年もね、残すとこあと2日となりまして、今現在時刻は朝の9時56分ですね。はい、今江戸川のね、土手に来てますけどもね。はい、これからちょっとね、また、葛飾柴又のね、玉屋さんまで、ちょっとね、お年賀キャンディーをね、追加で買いに行こうかと思ってます。はい、でそんなね、走りながら今年を1年をね、振り返ってみたいなと思いますので、今日もお付き合いよろしくお願いします。今年はね、2022年元旦から始まりまして、まあ当たり前ですけどね。はい、元旦はね、突っ端も覚えてるのはね、道の駅市川ですねに、朝からバイクで行きまして、そこでね、去年、知りましたあの唐揚げ屋さんのキッチンカーカズロックさんが元旦から営業してたんで行きましたね。はい、でそこで、ライダーの方がね、元旦から皆さん集まってきまして、そこで初めてステッカー交換なんかしましてね、ライダーの方とお知り合いになりまして、はい、そこからですよね、ライダーさんの知り合いが増えたり、まあキッチンカー関連のね、お知り合いの方が増えたりということで、今年1年はね、それにつきますね。はい、で、もっぱらソロツーリングばっかりしてたんですけどね、今年に入ってからね、何度かその、知り合いになりましたライダーさんの方とね、ちょこちょこね、マッスみたいなことをしまして、つい最近もね、千葉まで紅葉を見に行ったりなんかもしましたけども、はい、まあ、そんなこんなな、YouTube、元ブログ、SNS ですね、主に Twitter なんかのね、つながりが、今年は、大変多くなりましたね。そんな関係でね、お知り合いが増えまして、ジンカーとかお店ですね、美味しいお店とか、教えてもらったところをね、行くようになりまして、そんな、動画を上げたり、SNS をね、投稿したりっていうのがね、この1年、楽しませていただきました。本当に皆さんありがとうございました。はい、まあ、そんなこんなでね、まあその、そうですね、このバイク乗りながらの元ブログとかね、いろんなお店行ってのね、写真投稿とか、はい、あともちろんですね、忘れちゃならね、セイコーマート、はい、橋本さんにね、まあ、毎週通いまして、はい、うん、で、まあ、セイコーマートさんのね、あの関東の新店舗、茨城県にね、2店舗最近できましたけども、そんなところもね、もともと YouTube で、セイコーマートつながりのね、ゆうたろうさんとか、そのゆうたろうさんつながりでお知り合いになりました。いろいろなね、YouTube、SNS つながりの方々、今年1年本当に、お付き合いいただきありがとうございました。そうですね、8月にはね、その YouTube でセイコーマートネタでつながってます、北海道の方々にね、お会いすることもできまして、まあ恵庭のあたりでね、いろいろ、連れてって、いただきまして、非常に良い思い出になりましたね。また来年もね、都合がついて機会がありましたらね、また北海道も遊びに行きたいなと思ってますんで、北海道の皆様、また、今年に続き来年も、よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなで今、葛飾柴又ですね、もうじき帝釈天のところですね。はい、はい、あいにくね、今日曇ってますね。やって気温も結構寒いんですけどね、まあこの、ワークマンの防寒着のおかげで、全然寒さを感じず、バイクも乗れております。はい、ワークマンさんにもねお世話になりましたね。もうさすが、コスパ最高のワークマンさんですから。はい、ここ降りていくとですね、帝釈天の方に行くんですけどね、帝釈天もね、もう明日は、もう今日あたりも賑わうのかな。もう大晦日から三が日はね、
まあ、すごいでしょうね。さすがコロナとは言いながら1年で一番忙しい時期なんじゃないですかね。玉屋さんもね、昨年も大忙しだったですからね。なんか臨時のアルバイトの方を募集してましたから、皆さんもね、ぜひ葛飾柴又に来られることがありましたらね、柴又駅前の玉屋さん、行かれてみてください。ここは山本邸ですね。こちらに虎さん記念館もありますんでね。で、初詣に備えてもこの辺もね、臨時駐車場なんかもね、もう準備されてますよ。はい、前払い1000円とかね。さあ、まもなく、柴又駅のそばに到着します。はい、まあ、私もね、昔この辺で生まれ育ちましたんで、この辺はね、ちょっと馴染みなんですけどね。さあ、どうやって行こうかな。はい、ここがね、柴又街道になりますね。金町から、右手が金町方駅方面で、左手が小岩駅方面になりますね。はい、さあ、曲がれるかな、曲がっていいかな。ちょっと入れてもらえますかね。失礼します。入ります。はい、ここをね、左手に曲がるともう玉屋さんでございます。もう10時過ぎたんでオープンしてると思いますが、ポツポツとお客様も見えてますね。はい、玉屋さん準備中ですかね。もう開店してますね。到着しました。はい、それでは撮影を一旦止めます。はい、そんなことなんでね、今柴又玉屋さんでね、お年賀キャンディーをね、またちょっと追加で購入してきました。ちょっとね、簡単にお知り合いの方とかね、に配ろうかなと思って、ちょうどいいんですよね。はい、でもうさすがにね、普段玉屋さんもね、あやこねさん一人で切り盛りしてるんですけど、さすがにもう臨時のアルバイトの方いらっしゃいましたね。もうそうですよね、24時間もう大晦日はね、休まず営業ですからね。もう去年もなんか倒れそうになりながらやってたみたいなんですけどね。柴又玉屋さん本当に賑やかでね、一度ね、本当にあやこさんのね、工場を聞くだけでも楽しいので、もう寄られるお客さんみんな捕まってって言ってはいけないですね。お店で足を止めてね、その工場をね、楽しみながら聞いていくという。で、なんといってもね、白たわしですよね。葛飾区の職人さんが手作りの、もうたわしというとね、普通はなんかいろんなとこ洗ってとかそういうのにしか使わないですけどね、白たわしは本当にかかとの裏とかね、もう頭とかね、もうすごい手触りが良くて長持ちしますんでね、健康のためにも使えるという、決してお値段もね、高くはないんで、もう長持ちしますから、ぜひとも白たわしいかがですか。あとね、名物は金のうんこですよね。もう金が上がれるという、もうお店にあるもう金のうんこをね、お客さんがみんな触ってくんで、もう金がだいぶ剥げてきてますけどね。金のうんこグッズ、いかがでしょうか。金上がりますよ。で、他にもね、毎年ね、干支のものをぬいぐるみとかグッズとかね、売ってますんで、来年はうさぎ年なんでね、うさぎグッズが多かったですね。はい、で、非常に楽しいお店なんで、まず柴又駅までね、電車で来られて降りたらすぐですので、柴又玉屋さんね、行きでもよし帰りでもよし、
お立ちになられるとね、もう楽しさ倍増は間違いないんで、はい、だからもう帝釈天の参道をね散策してお参りして帰られるっていうのがねいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、ということで、今年1年を振り返りましたが、皆さん本当に、この1年2022年お世話になりました、ね、また来年も来年こそぜひ良い年になりますように、そして、キクチャンネルをご覧いただけますようよろしくお願いいたします。それでは、皆さん今年も1年ありがとうございました。ではまた見てくださいね。さようなら。バイチャー。